こんにちは。こんにちは。私たちが使っているこのアイテムを今日はご紹介させていただきたいと思ってます。はい、はい、商品名がデイジーチェーンネックストラップっていうんですけど、デイジーチェーンっていうのがこのクライミングとかアウトドアする方知ってるかもしれないんですけど、こういう風にいろいろつけれるようになってます。こういうエコバッグとかカラビナつけてもらって、ここにはめ込みます。あと私は普段キーケースもここにカラビナつけて、こういう風につけ入れます。いろいろ普段よく使うものもカラビナをつけてもらえればすぐにぶら下げれるので、キャンプとかそういうアウトドアとかでも手ぶらで動けるっていうのが結構魅力的かなって思います。これ私と高橋さんは普段 iPhone を使ってるので iPhone につけて使ってます。はい、基本的にはどの機種でも自分の持ってるスマホケースと組み合わせて使うことができるので、いちいちなんかケース用意しなくていいのがすごく便利かなと思います。ケースは用意してもらわないといけなくなるんですけど、これを買うとこのストラッパーもセットでついてきます。このストラッパーをケースのここにですね、こうやってはめてください。でこれはめる時のポイントなんですけど、ストラッパーって書いてある方は内側に来るようにはめてください。こんな感じになります。でこれをつないでもらうだけなので、すごい簡単に装着できます。これ2種類あるんですけど、高橋さんが今使ってるのがコットンツイル素材のものになってます。コットンツイル素材が全部で6色ありますね。で私が使ってるのが、ポリエステル 100% のものになってます。こちらも全部で6色展開になってます。毎日使っててどう？毎日使っててめちゃくちゃ便利です。ズボンに入れてると結構張るじゃないですか、ズボン。なんだろう、スマホ分なんか結構電車の中とか、あ、そうです、そうです、電車の中とかめちゃくちゃなんか落ちちゃいそうな感じになるから不安なんですけど、これもぶら下げるだけでいいから私はめちゃくちゃ楽だなって感じです。私はいつもポケットに入れてるんですけど、これはめちゃくちゃ便利だなって思います。出し入れしなくていいから、うん、財布使わない時とかあるじゃないですか、携帯出てきちゃうから、だからもう携帯だけ持ってって、コンビニとかで買い物して、これだけで済むわね。そうなんですよ、それがめちゃくちゃ楽です。あ、これだけ出てよってなります。確かに。高橋さんはどうですか？私は基本どっか適当に物を置くタイプの人間なんでだからもうこれなかった時とか、ほんまに自分のデスク以外でも携帯をいろんなところに置いて、携帯ないって騒いでみんなが探すっていう迷惑をかけてたんだけど、これしてたらその迷惑がもう携帯に置いてはなくなった。ですね、しかも私探すしめっちゃ落とすんやんか、あってなって滑って落とすとかどっかぶつけて落とすとか、それもなくなった、これで。確かに落下防止にもなりますね、これだから。ほんまにスマホ探す人と落とす人はめっちゃおすすめいや本当そうですね、そう確かに。あと多分こう外とかで写真撮ったりよくする人とかもこれめっちゃ便利なんじゃないかなって思います。確かに。そう、私休みの日とかなんかふとした時に撮りたかったりする時あるんですけど、
なんかここにぶら下がってるからもうなんかすごい簡単に合間取ろうみたいな感じになってくるから、それもめっちゃ便利だなって。なんか山登ってるときも携帯って取ってまた直して、あ、また取り出してっていうのを繰り返すから、確かにこれ前山登ったときぶら下げていったけど、はい、どうでした？めっちゃ便利でした。やっぱりそうなんだ。じゃあね、はい、はい、今日は以上です。はい、今日は以上です。ではいいねとコメント待ってます。ゆる